上場企業から新進気鋭のベンチャー企業まで幅広い企業が集結する就活イベント Meets Company。 イベントでは特別選考枠の獲得チャンスもございます。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。はい、今回ですね、 Google の内部事情ということでゲスト遠藤さんをお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただ簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。ランデミー株式会社代表の遠藤と申します。弊社ではですね、今6期目でして、音楽事業だったり IT コンサルティングやシステム開発事業をやらせていただいております。よろしくお願いします。 Google とはどんな企業で、どういった部署があるんでしょうか。皆さんご存知の通り、 Google っていうぐらい動詞になってるぐらいすごいでかい企業で、GAFA の中の G が Google だと思うんですけども、Google っていろんな製品出してるんですよね。 Google マップスとか YouTube とか、広告もすごい強いし、あと SEO 検索系とか、そういうプロダクトごとに部署が分かれております。当時はどういった業務担当されてたんでしょうか。 Google クラウドプラットフォームのシステムエンジニア、カスタマーサクセスのエンジニアをやっていました。 Google クラウドプラットフォーム GCP っていうクラウド製品があるんですけども、 GCP の例えば使い方だったりとか、例えばお客さんが GCP クラウド製品使ってる時になんかエラーが出ちゃったとか、ちょっとシステムで今止まっちゃって大変なんですみたいな問い合わせが来ますと。でこの Google 社内でなんで今ちょっとシステム止まってるのかっていうのをこう検証して、今ここが原因なんでこれをこう直すといいですよとか、まあ、そういうアドバイスをするような部署の業務をやってました。当時の具体的な1日のタイムスケジュールですね、こちら教えてください。朝の10時に出社して、まあ、そういった問い合わせがいっぱい来るんですよ、いろんなお客さんから。その問い合わせをひたすら解決していくっていうの、だいたい1日に多くて3件から5件ぐらいですかね、っていうのをまあメールで来るので、メールで全部返すみたいな、こういうソリューションがありますよとか、公式ドキュメントを載っけたりとかっていうことをやってましたね。クレーム来るのはどういう相手なんですか。でかい法人みたいな。でかい法人さんもそうだし、スタートアップや中小企業さんも。 GCP のそのサポートがあるんですよ。でサポート契約されてるところ、何時間以内何日以内に返答しますみたいな決められてて、例えばゴールドパッケージを契約されてお客様だったら、最初の問い合わせが来たら1時間以内に返さなきゃいけない、なのでゴールドパッケージのお客様優先対応みたいな、シルバーブロンズパッケージの人はそれより遅くなるみたいな。Google の入社試験みたいなのあるんですけど、難しい、はい、難しい、中でこすってるやつ。あーそうですね、僕 Google に常駐してたんですよね。 Google の協力会社に転職して、あなたの職場は Google ですよって言われて、だから入社試験はですね、 Google 協力会社の入社試験やコーディング試験とか全部英語でやってたんですけど、 Google の社員ではなかったってことですね。そうです、そうです、はいはい、ではなかったってことですね、はい。実際にこう一番辛かったこと、大変だったことはどんなことがありますか。辛かったことはですね、問い合わせがめちゃくちゃ来るとめっちゃ忙しくなるというか、結構パンパンになっちゃう、問い合わせが来るってあまり予測ができないところなので、それで結構パンパンになった時に、まあ、僕は自分がパンパンにならないようにこう上司に相談して、ちょっと僕が今対応してる問い合わせはちょっと別の人にみたいな、そこはちょっとうまくできたんですけど、まあ、そこが一番強いっていうのは大変でしたね。はい、一旦休憩入ります。あれ、美咲さん、なんか熱心に何やってるんですか。 DYM 就職です。私もグラビア一筋で頑張ってきたんですけど、聞けばもう30で、今からでも就職できたらいいなと思ってとりあえず登録してみたんですけど、本当に就職できるかちょっと不安で。ビジネス経験全くない方でもたくさんの方を就職成功に導いているので、ぜひリクルーターに直接相談してみてほしいですね。私みたいな初心者でも登録おすすめってことですね。もちろんでございます。かなり高いスキルセットを求められるようなイメージなんですけれども、まあ、実際はどうでしたか。かなり高いスキルセットを求められるんですけど、それこそ問い合わせってエンジニアから来るんですよ。すごい大企業さんのエンジニアとか中小スタートアップのエンジニアさんから、ここってどうしても社内で解決できないので助けてくださいみたいな問い合わせが来て、一番大変なのはプログラミング言語って無数にあるじゃないですか、Java とか Python とか Go 言語とか JavaScript、TypeScript とかいろいろあるんですけど、僕が得意じゃない言語の問い合わせももちろん来るので、結構それがキャッチアップするのに最初大変だったりしましたね。慣れてきたら言語違うけど意外といけるなみたいな、ちょっと感覚がつかめてくるといいんですけど、いろんなプログラミング言語が問い合わせ来るから、そこの対応がめちゃくちゃ大変だから、高いスキルセットが必要だなっていう感じですね。はい、Google の社内で働いていて、はいはい、Google の社員と関連会社の方で、はい、なんか差は感じました、待遇とか。
めっちゃ感じました。僕がちょうど入った時、あの協力会社専用のオフィスができて、そこで働いてたんですよ。当時あの本社は六本木だったんですけど、そっちに行ったことは一回もなくて、でしかも六本木だとですね、ランチが無料だったり、ジムがついてたりって聞いたことがあるんですけど、ベンダーのその協力会社のオフィスはランチ無料っていうのはまずなかったです。そこはちょっと差があったなってそれはそうっすよね。そうですよね確かに。ただね、あの自動販売機があって、コカ・コーラ、キリン、アサヒみたいな、皆さんお客さん で自販機のボタンを押すと無限にお飲み物が出てくるみたいな、イロハス、アヤタカ、炭酸水が出てくるっていう、だから飲み物代はめっちゃ浮きました Google の社員の方ってなんかこういうとこは普通の社員と違うなとか、はい、それこそアクセンチュア時代の同僚と Google の社員って違うなと思ったことありますか？どちらの方も優秀な方ばっかりなんですけど、 Google の社員さんの方が優秀なのかな。めちゃくちゃ早いですね。エンジニアとこうコマンドを入れて、こうカタ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 言ってポチッと押したら解決するみたいな、そのエラーがですね、僕の方では解決できなかった、1時間ぐらいかかったある問い合わせをその Google 社員の人が 2,3 秒でコマンド一発で解決してくれたりとかすごそうなんですよ。すごかったですね。やっぱエンジニア界だと Google に就職っていうのは本当にトップ中のトップが行く感じなんですかね、はい、そうですね、うん、本当にもうトップの中のトップが行けるっていうところですね、うん、どういう人なんですか？学生時代からプログラミングオリンピックみたいな出てるみたいな、そんなあるか知らないですけど、はい、そういうイメージですか？実は、うん、いやそんなことない気がしてて、私あの文系出身なんですよ。学生時代はあの中国語を専攻してまして、最初の会社はヤマト運輸に入ったんですけど、ヤマト運輸で初めてプログラミングの研修を半年間受けさせていただいて、それでエンジニアになったので、別に学生時代は何しててもいいかもしれないですね。だから Google に就職するエンジニアレベル高いんじゃないですか？こういう意味で言うと高いですけど、うん、理系出身の人ももちろんいますし、あと文系の人もいましたね、うん、なんか僕の先輩で東大学部出身の人が医者として働きながらポーカーを釣ってて、うんうん、ポーカーで日本5位とかやったやつがなんか医者に飽きてプログラミング始めて、うん、で Google に就職したみたいな、うん、Twitter でバズってるの見たんで、地頭さえあれば採用できるみたいな。確かにそういう特殊な方もいらっしゃるんでしょうね。でも地頭がいい人が結構多いですね。やっぱり正社員の方も、あと関連会社の人も。 Google に入れる人って僕のイメージで東大京大ぐらいしか入れないかなっていうふうに思うんですけど、どこまでなら行きますか？どうなんだろう、総計上智もいるんすかね。それ僕の妄想かもしれない。給料高そうでした？ Google の社員は高そうでした。関連会社の方もそこそこ良かったですよ。どんぐらいだったんですか？僕の時は750万。関連会社って何ですか？子会社ってことですか？子会社じゃなくて、まあ、Google の本当協力会社ですね。 Google とは別に資本関係は何もないんですけど。はい、わかりました、はい、ということで Google 内部事情でした。ありがとうございました。ありがとうございました。